い草原です。原っぱの向こうに大きな山が一つ、そのてっぺんにはちっちゃなお城がありました。そこに住む王様、とっても食いしん坊だという噂が流れています。でも食べているときはご機嫌。世界中が明るくなるのもそのご機嫌な食いしん坊王様のおかげなのです。さて、その草原には一匹のユニコーンが仲間たちと一緒に住んでいました。みんなの頭はすっきりしているのに、ユニコーンの頭には角が一つちょこんと乗っかっています。なんで僕だけ頭の上に変なものが乗っかっているんだろう。仲間からも変なのと笑われることも何度もありました。ちょっと悲しくなるとユニコーンはお空を見上げます。ユニコーンのママ、小さい時にお星様になったけれど、いつもお空から見守っていてくれるからです。ママがいつも言ってたことがありました。お前の頭には可愛い角が乗ってるでしょ。その角はね、いつか誰かを助けに力になるんだよ、と。ユニコーンはママが言ってることもよくわからなかったけれど、ま、いっか、こんな角もなかなかかっこいいかも、なんて思うようになりました。
イチゴの実をたくさん食べて煮込んはニッコニコです。おいしいね。ニコンはママの星に相談してみることにしました。
活躍する時を。え、これが？その角の中には元気になる魔法の水が入ってるから王様に飲ませてあげて。うん、わかった。やってみる。ユニコーンは仲間たちと一緒にお城のドアをノックしました。お前は原っぱに住むユニコーンじゃな。俺様に何の用じゃ。僕は王様を元気にする魔法の水を持ってきました。お、本当かい？なんじゃありがたい。ちょろちょろちょろ。ごっくん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 。うまい。王様、一気に飲み干しました。すると、江川ゆめちゃん、そしてナレーター